スイフトギツネは、哺乳孔猫目犬かきツネ属に分類される、食肉類。アメリカ合衆国中部カナダ体長42.5から53.8センチメートル。尾長22.5から31.3センチメートル。体高30から32センチメートル。体重2.3から2.4キログラム。尾の体長に対する比率は52%。獅子や体側面。 尾の覆面の毛衣は大概褐色。尾の先端は黒い。鼻面の側面に黒い斑紋が生える。次回はやや短く7.5センチメートル以下。瞳孔はやや丸みを帯びる。足裏も体毛で覆われる。下記は毛位が短く早回路。頭記は毛位が長く暗い褐色。双本の竹が短い草原などに生息する。夜行性で昼間は 巣穴の中で過ごす。陶器は日光浴を行うこともある。巣室とトンネルからなる、入り口が複数ある巣穴を掘って生活する。巣穴は自分で掘るだけでなく、プレイリードッグ族の古巣も利用する。走行速度は時速50キロメートル以上に達する。危険を感じると走って逃げるか、巣穴に逃げ込む。植生は雑食で、小型哺乳類、鳥類、爬虫類、 昆虫などを食べるが、オグロジャックウサギ、果実、草本なども食べる。繁殖形態は体性。カナダの個体群は12翌1月に交尾を行う。妊娠期間は50から60日。3から4月に1回に3から6匹の幼獣を生む。授乳期間は6から7週間。生後10から15日で開眼し、時効も開く。開発による生息地の破壊。 毛皮目的の狩猟、毒へによる雇用撤除の巻き添え、交通事故などにより生息数は減少した。近年ではカナダで石油や天然ガスの採掘調査による影響を及び、それによる交通事故の増加が懸念されている。カナダでは1928年の最終例、1938年の目撃例を最後に絶滅したと考えられている。 カナダでは1983年から他地域の野生個体をアルバータ州やサスカチュアン州などへ再導入する試みが進められている。1983から1997年には飼育下繁殖個体も含め942匹を再導入した。カナダでの1996の1997年における個体数は289匹。 2000から2001年における個体数は新たに再導入されたモンタナ州も含めて877匹と推定されている。一方で再導入に対して南部個体群を移入していることから批判もある。ありがとうございます。